きチャンネル。皆さんこんにちは。今日は最近手に入れた新しい貨車をこの黄色のモーター車で引っ張ってみようと思います。まずはこちら、南海ラピートです。南海ラピートはゼンマイ車と貨車両方当たりました。まずは貨車を引っ張ってみますね。よーい、スタート。おっとっとっと、せっかくなんで一緒にゼンマイ車の南海ラピートも走らせてみます。もう一回走らせてみます。南海ラピートは顔が少しとんがってて、何か仮面をかぶってるみたいでとってもかっこいいと思います。よーし、次はこれも最近当てたスプラッター。本当はヒーローになったバーティーが欲しかったけど、当たったのはこのスプラッターでした。これもモーター車と一緒に走らせてみます。次はヘンリー、キラキラヘンリーを一緒に走らせてみます。はい、最後は最近これも当たったカモメという電車の貨車を走らせてみます。本当は先頭車両が欲しかったけど、残念ながら貨車が当たってしまいました。最後は最近当たった貨車を3つ全部つなげてみたいと思います。カモメの次がこのスプラッター、スプラッターの次にこの南海ラピートの後列車両をつなげてみます。
はい、皆さんご視聴ありがとうございました。また新しいキャラクターが増えたら動画で紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。